オールドワールド。部族との融和を目指すもまさかの対立派の反乱。我らがエジプト、今こそ戦いの時、反乱軍を鎮圧するのだあ。猫一世もやる気満々、ウオーオーライクになりました。好戦的。反乱蛮族を蹴散らすぞー。敵の方が数多いぞ、いきなり殴りかかって大丈夫なのか？戦いについてちょいご説明、左の戦士がエジプトで右がバンダルの戦士。攻撃側のエジプトが受けるダメージは、HP1。対して防御側のバンダルの受けるダメージは、HP7。攻撃側が圧倒的有利じゃねえか。この世界防御もできるけど、ターンごとに防御力アップって感じで事前準備が必要。よってやられる前に、やれー。この世界の戦いは消耗戦になりそうだな。上げたて戦士、ワセットに急行せよー。これで戦力は5分。敵のターン、少しダメージ入ったな。さっき脱サル。真面目に反乱軍の鎮圧してるのに、何してんだよサル。あ、後継者を暗殺するため彼を訓練するって選択肢があるぞ。アサシンザル育成しようぜ。これ選ぶと殺人ザルになるみたいなんだけど。強そうだ。いやお猿に強さ求めてないし、無視すればいずれやめるだろうしほっときましょ。チェ。反乱部族の鎮圧、2ターン目。上げたてからの応援のおかげで、なんとか1ユニット撃破だぜ。近隣の古代の彫刻を研究した結果、先達に敬意を払い継承法を復活しないかと提案された。今の継承法は長子相続か。この世界的には、指導者が長期君臨した方が有利っぽくて、末っ子相続とか色々あるみたい。第一後継者、エッチ、第二後継者、サクラン。ろくな後継がおらん。こや誰が引き継いでも大差ねえな。継承法はこのまま継続しましょう。第三都市の名称を変更。今日からここは群馬県だー。周囲に海なくて森が多いけど、古代に群馬はねえよ。そのうち鶴舞う形の巨大な領土を持つ、立派な部族になるであろう。群馬を部族扱いするんじゃねえ。部族のトラキアと遭遇。なんかいきなり生首を見せつけられる。これが我々に逆らった最後の年の残骸だ。あ、ガチで危険な人来ちゃった。お金あげまっしゅ。安定の土下座。こちらが有利ぞ、反乱部族をしばき上げろー。弱い者には強気になる、それが我らのジャスティース。お猿に夢中。いい加減そんな猿捨てちまえよ。猿と遊ぶ時間が長すぎて、政治に時間を割いてないと帝臣たちが心配しています。そうは言っても可愛いのだから仕方ないでしょ。猿を可愛がって正当性が、に減った。うきき？戦場ではワセットの戦士の訓練が完了。こちら被害なし、完全勝利だぜ。ひゃっはー、エジプトの兵士たちよ、愚かなる反乱部族どもにとどめをさせー。突然死と囲まれた時は焦ったけど、蓋を開けたら楽勝だったな。敵将、打ち取ったりー。ここぞとばかりに生きております。デカバンダルと仲良くなろうとしてたのに、結局何の進展もなかったな。なんか知らんけど前回は選べなかった、猫一世と部族が結婚が選べるようになってるね。猫一世もう50近いだろ、怒られるぞ。じゃもう一度猫一世からの影響力で、イベント起こしてみましょ。失敗したら熟女婚しなきゃかもだな。ギリシャが突然やってきた。俺の軍隊を再装備する、金をよこせ。いやさすがにそれはダメだろ。お金あげましぇん。ビビりながらもなんとか援助を拒否。さて平穏になったので揚げたてで開発。駐屯地か、都市画面の統治者が有効化されるみたいだな。命令書も 0.5 増えるみたい。さよか。反乱軍と戦った兵士たちを回復。自然回復だと1年で HP1 しか回復しないのか。命令書もったいないけど念のためー。ただのビビり。イエーイ、空中庭園が完成ー。ついに完成した。そして友人であるバンダルのリーダーがやってきて、緊張の高まってるデインとの交渉を申し出てくれました。仲良くなりたいのはデインじゃなくて、交渉に来てくれたバンダル族の方なんだけどな。いやちょっと待った、この選択肢。部族同盟。これなら野望の平和を築く、即達成じゃね？これやってみましょ。こうして平和状態になり、部族同盟を結び、野望を達成した。エジプトに栄光あれー。だがこの決断で世界に波紋が広がるのは、そう遠い話ではないのであった。そうなの？まあ、今は平和だし入植者でも訓練しましょ。入植者、前は訓練に8年かかったけど、今は4年で訓練終わるのな。穀物ごと空中庭園のおかげかな？畜産の研究が完了、お次は占いやってみましょ。
兵士たちの HP が回復したので、プロモーションで昇進ボーナスを付与します。兵士パワーアップするのに修練度と命令書も使うのか。ユニット作成でも使うから、使いすぎには注意かな？あ、この時はまだ知らなかったんだけど、修練度上限2000で、それ以上は命令書になります。意図的に上限超えさせて命令書にする戦略もありかもな。猫一世、孫が生まれる。世継ぎっ子と公職の旦那との子供かな？ちゃんとした後継者に育つかな？エジプトの希望だぜ。では、リアルの猫一世の孫が猫二世だったので、解明しちゃおう。親の同意を得ないで解明する。鬼畜おばあちゃん。前に植えてたバビロニア人に食料をあげたんだけど、その感謝ってことでバビロニアが平和条約を打診に。無条件で平和条約みたいだから損はしないかな？んじゃ、平和条約締結。と、思ったら、次のターンでバビロニアの王様死去。おい。そして後を継いだ小娘、他国には贈り物を送ったくせに、我が国は無視して贈り物を送ってきてなーい。舐め腐っておるな。こっちだって贈り物を送ってやんないんだからね。陰険な嫌がらせには嫌がらせで返してやれー。あ、一気に評価が100下がった。そっちから喧嘩売ってきたのに逆切れしてやがる。これはけじめ案件だぞー。許さんぞ。覚えておれ。今度は宮廷貴族から入植を広めるか、農道を検討するか決めてくれと判断を仰がれる。入植がタイルを購入可能、中立の香川沿いでボーナス、農道が全ての都市で農場と牧場がプラス 20% だな。まあ古代エジプトだし農道でいいっしょ。適当だな。さて法政帝も終わったし、猫一世よ、バビロニアに抗議しに行ったれー。まあそれどんな効果かいまいちわかってないんだけどな。アッシリアがギリシャに宣戦布告。国家間戦争勃発。なんかギリシャはフィリポ王が亡くなって、アレクサンドロスが引き継いだみたい。ピリッポス2世の息子だったら、こいつ有名なアレクサンダー大王じゃね？でもこいついきなり来たくせに、ワセットにフィリポの銅像を設置しろとか言ってて定心がおこだよ。アレクサンドロス、貴様に発言権はなーい。こりゃギリシャとも険悪な仲になっちまうかもな。ふんだ、あんな奴よりうちのお猿の方が賢いよ。啓示をもたらす猿。宮廷で可愛がってる猿が、宮廷の学者に啓示を与えています。猿剣じゃあ。群馬で入植者の訓練が完了。群馬ってつくだけでパワーワードっぽいぜ。フォーラムは毎ターンと視力科学がプラス1、命令書も 0.5 追加されます。ちょっとしか変わらねえな。アッシリアとギリシャの戦争が始まって、アッシリアが占拠してた都市拠点を放棄したので、しれっとかすめ取ってやりましょ。華麗なるアキス。占いの研究が終わってたのでお次は捕獲を研究。これで中遊地が建設可能になって、鹿や象の贅沢品が活用できるようになるぜ。遠距離攻撃できる投石兵も作れるようになるよ。強化した戦士たちで、富士山麓のバーバリアンを襲撃じゃあ。バーバリアン、その名の通り蛮族である。入植地を奪い取れー。戦士3体で囲んでも瞬殺は無理か。大規模な戦争になったらいろいろ大変そうだな。面倒いしなるべく戦争は避けましょ。だな。敵のターン。猫一世の影響力で、バビロニアの小娘の弱体化に成功。具体的な効果のほどはわからんけど、嫌がらせの意趣返しは成功だぜ。ワセットで専門家の訓練、使用を使えるようにしたいので交付を選びます。訓練に4年かかるけど、もろもろ生産力上がるっぽいな。これ市民も消費するから市民が足りなくならないように配慮しないとかな？そうかもな。入植者の訓練が終わったので、ワセット北側に進出してもらいましょう。都市が増えるね。やったね。やっぱー、お物は消毒だー。バーバリアン壊滅。揚げたての農地改善がだいぶ進んだので、ちょこっと神殿建ててみよっかな。エジプト固有の神殿4つもあるのか、パズル要素も満載だな。入植者がワセット北の都市拠点に到着。ここの土地は斉藤さんに統治してもらいましょ。いやその人斉藤さんじゃなくて斉藤さんだからな。ちゃんと見てなかったんだけど、この氏族専門家の生産時間マイナス50で結構強いかも。内政特化型だな。ならば都市建設。これで4都市目、野望も1つ、達成だぜー。あ、新しい野望選択イベント来た。適当に都市の建物を6つ管理をセンターアーク。すでに3つ終わってるみたいだし、そのうち達成できそうだな。さて新都市では国庫を建ててもらいましょ。収入が増えて、修練度と文化力がアップだぜー。バビロニアの文化力がプラスなの？世界は謎だらけー。さて都市の名前を解明解明。斉藤さんが治めるこの地の名前はもちろん、稲葉山。斉藤道さん、
古代文明に現る。地形もそこはかとなく似ております。周囲が山に囲まれてて割と似てるな。そういえば最近バンダルと交流してなかったなぁ、そろそろ遊びに行こうかなぁ、とか思ってたら、バビロニアがバンダルに宣戦布告しました。あの子娘め、うちの盟友に手出しやがったぞ。これは何らかの対応を取らねば、とりあえず軍事訓練の研究しましょ。バンダルの評価がマイナス37になっちゃったな。バビロニアと和平条約結んでるからかな？こりゃアニナ和平条約も考えものだな。世界の情勢に変化が出てきたけど、気にせず富士麓の元蛮族の土地に入所を置く。都市名は富士市でいっか。適当だな。バビロニアの戦士がバンダル拠点を囲もうとしてるので、戦士で当選星いいちゃおっと。ざまあくさ。では世界情勢の雲行きが怪しくなってきたところで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。果たして襲われる盟友バンダルに霊夢は手を差し伸べるのか、それとも他の選択を、気になる方はお見逃しがないよう、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。